皆さんこんにちは、北村ひかると申します。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回ですけれども、今回は、7月になりました、2024年下半期迎えますので、日本じゃなくて世界の、下半期をちょっと占ってみようかなと思っています。まあ日本はね、前回下半期占ったんですけど、まだ世界占ってなかったんで、世界占います。まあ世界でも結構広いんでねまあちょっと一つの焦点に当てるのは難しいですけど、ちょっと大雑把になってしまいますけれども、漠然としますが、ちょっと占ってみようかなと思っています。まあまずはいつものようにホロスコープ法で全体読みます。まあそれからね、まあ6ヶ月、12月までをちょっとね、いろいろなあの問題を、テーマを決めて占ってみようかなと思っています。まあテーマといえばやっぱり政治ですね。あとは紛争かな。紛争とか、あとは災害もね、結構多いですからね、今。まあインド占星術ではあまり詳しく、北村インド占星術は詳しくないんですけど、なんかね、ちょっと土星の星がちょっと7月にやばいとか言ってたようなことをおっしゃってる人もいますからね。また月亮さんのね、7月の予言もあと1年になりましたしね。どうなっていくんでしょうか。今年もね、日本は結構暑いって出てましたからね、結構あの雨が降るときはガーって降ったりしますよね。最近世界でも結構洪水になったりするとか、まあ、あと大きなね地震も起こったりするとかありますからね。じゃあ世界の、下半期2024年をちょっと占ってみようかなと思っています。中国とかでもね、今経済的に良くないって聞きますからね、いきなりなんか大丈夫かな。ちょっと紛争が続きそうな感じはしますけどね。うわー、なんか大変だ。伏せときます。結構ね、世界荒れそうな感じがしますね。特にちょっとまだ紛争はね続きそうな感じがするよ。太陽の逆位置が出てるからね、信用をなくすみたいな感じの意味があるからね。まああの今の状態も結構復讐カードが出てる。復讐カード、恨まれたり恨んだりという復讐ねカードが出てるからね。だから結構国によっては、だから恨んだり恨まれたり、それによってちょっとね、自分の 国を苦しめるようなことが起こるっていうのは出てるかな。だからあんまり変わらない感じはするかな。お金に関してもね、財政難に関してもね、守りきれないっていうのがあるし、外部からのなんかね、嫌がらせとかっていうのがあるかな。まあ例えばちょっと言い方悪いけど、日本もね、ウクライナになんか支援しちゃってるじゃないですか、今。いつまで続くんだろうっていうね、なんかそういう外部からのなんかプレッシャーみたいなのがあるよね。なんかね、情報とか SNS がね、なんか結構もう集結していくような感じがする。だからもう本当の情報を見つけ出すのがもう難しいって感じが出てるかな。だから結局何が正しいのかっていうフェイクニュースとかが結構ね出てきそうな感じで、なんかね、あのそういう
使ってるユーザーに対してもすごいなんか混乱してしまうっていうのは出てるかな。まあ災害についてはちょっと水のカード割れてるんだけどね、まあこれ聖地だからね、まあなんとかあの人の力で食い止められることは食い止めれますよっていうことは出てるけどね、でも今回今年オリンピックがあるからね、それの影響かわかんないけどね、カップの8の逆が出てるからね、これパーティーのカードって言われてるんだけどね、だからそういうスポーツとかでもね、なんか交流が結構盛んになるっていうのは出てるけど、まあ芸能でもそうですね、まあ仕事でもね、なんかすごい、まあ AI が今盛んじゃないですか。だから AI とかを、まあ AI だけでなく、なんかすごい今後のね、あの世界に発展するようなあの仕事がなんかちょっと増えそうな感じがするかなっていうのは言われて、誕生したり、なんか有名になったりするんではないのかっていうのは言われてるけどね。で、ちょっと人災による犯罪がね、増えるっていうのは言われてるかな。まあ戦争でもやっぱり人から人へのね、あのトラブルっていうのがありますからね。だからそういうバランスを崩すとかって仲間割れっていうのがある。だから組織による犯罪でも、その組織による仲間割れとかによる犯罪とか、裏切りとかによる犯罪とか、結構まあ世界で起こりやすくなりますよ。なんか結構政治もね、荒れますからね、党が荒れてるからね、まあ逆位置なんだけどね。でもなんか地位が上の人の状況ではね、あの女教皇が出てるからね、なんか女性がね結構活躍するんじゃないのかって言われてるけどね。ちょっと出してみようか。なんかワンドの3の逆位置が出てるね。だから協力者がね、なんかいないような感じがする。協力者が出てこないとか。あとはね、これね、プライドの高い人がね、転落してしまうっていう意味のカードが出てるんだろうね。まあ、例えばね、だから地位でもね、今までね、だから、ちょっと、今まで、あの、悪いことをしていた地位の高い人が、ツケが回ってくるような感じの、半年になりそうな感じがするかな。まあ、指針カードはね、良くないんだけど、ちょっとね、なんか、世界は浄化に入りそうな感じがするかな、見てたら。特に政治とか。だから全ての面で浄化になりますね。じゃあ次に。半年間をテーマに占ってみようかなと思っています。じゃあまずはね、どうしようかな。じゃあまずは政治を見ましょう。世界の政治、半年間を見ます。じゃあ見ていきますね。夏はいいんですけどね、秋からちょっとなんか基盤が揺らぐ感じがするかな。ちょっと秋頃が大変かな。9、10、11月がね、良くない。特に11月がなんか暴走するっていうのが出てる。まあ12月になったらね、ちょっと法律のカード出てるから落ち着くんだけど、
まあ、テーマがやっぱりカルマカードの逆なんだよね。だから今までやっぱり先ほども申し上げたようにやっぱり浄化かな、今までなんかね来たものがツケになってくるっていうのがあるからね。アメリカの大統領選挙ってこの辺り出してたよね、確か9か10月ぐらいですよね、11月ぐらい。だからちょっと荒れそうな感じするかな。だからちょっと8、7、8はね結構安定はするし、なんかすごい生き生きとしたカードは出てるんだけどね。成長していくとか知恵とか、アイデアとかっていう意味のマジさんのキャラカードも出てるからね。だからちょっと政治もね波乱万丈な感じするかな。じゃあ次に紛争いきます。まあウクライナの紛争も止まりませんし、あとねガザ地区とかイスラエルの紛争もありますから、まあ台湾有事もどうなるか分かりませんけどね。では世界の紛争をちょっと見ていきたいと思いますね。ちょっとまだ紛争続きそうな感じかな。逆位置ばっかり出るんだけど、紛争もちょっと大変かもしれないですね、12月まで。落ち着くのは10月と11月なんだけど、また悪魔が出てるんだよね。誘惑、甘い誘惑とかっていう意味のカードが出てる。なんかジャッジメントの逆位置も出てるもんね、9月に。あと維持が現状維持ができないとかっていうのがある、せっかちとか、詐欺とかっていう意味のカードもあるからね。だからちょっと紛争続きそうかな。だから9月にね、だからちょっと体制を考え方を改めなければいけないっていうのが出てるよ。まあスターが出てるからね。だからちょっとこの半年間は紛争続くかな。じゃあ次はパンデミックをちょっと占ってみます。まあコロナはね終結したって言ってるけど、どうなるんでしょうかね。まあ今沖縄で結構流行ってますね。まあアメリカでいうねフラート株とかもまだありますからね。まあコロナだけじゃなく別のねパンデミックも起こるかもしれませんし、世界のパンデミックちょっと占っていきますね。パンデミックはそんなに、でも8月ちょっと注意した方がいいかな、9月と。だから夏から秋にかけてかな。8、9、10、12月。でもジャッジメントが出てるけど、これも微妙なんよね。これもいいカードとは言えないんだよね。だから、今までの、だから、そのパンデミックの経験をどう生かすかによって、変わりますよっていう意味だからね。だから今後もこんなことを二の舞にならないっていう意識してる人にとっては、対策をきちんとできてるけど、また昔のような意識で変わらない意識だったらまた同じこと起こりますよっていうね警告のカードでもありますからね。だから結構8月とかも誘惑とか依存とかっていうのもあるし、9、10、12月だね。
まあ人によって左右されます、これは。だからしっかりと自分を守ることによって、開運されるかどうかっていうのがポイントですよね。じゃあ次に、災害を見ていきますね。災害を、まあ世界広いですからね、ちょっと大雑把になってしまいますけどね。災害どんな感じでしょうか。はい、じゃあ世界の災害見ていきますね。一応ね、頬割れてるんです。まあさっきもなんか、まあ なんとかね、あの知恵で食い止められるとか、あの人のね考え方によってね対策はできるって言われてるんだけど、結構やっぱり天変地異はね起こってくるような感じられてるよ。特に7月なんか水のカード、月のカード割れてるからね。だからまあ水害には注意した方がいいのと、8月は太陽のカード割れてるんだよね。まあ正地なんだけどちょっと暑いかなっていうの割れてるけどね。7月8月はちょっと大変。まあ9月もね思い引っ掛けないねトラブルっていうのも売れてるからね。まああと10月死神が出てるんだよね。ちょっと怖いな。しかも11月もテンペランス、また水のカードの逆位置が出てるしね。で12月になったら忍者の逆のカードが出てるからね。なんとかだからこれね、でもインスピレーションっていう意味でもあるんだよね。だから直感力を磨かなきゃいけないっていうのは出てる。だから虫の知らせみたいな感じかな。だからまあ世界でもね、あの海外旅行行かれる方とかも増えてるらっしゃると思うんですけどね。まあ今円安だからね、結構大変かもしれないけどね。でもだからちょっとね、急にねなんか行きたくなくなったらね、それは直感かもしれないし、まあそういうのもあるかもしれないけど、結構世界ね災害がね起こりやすいって言われてるけどね。まあ夏は太陽ぐらいはまだマシなんだけど、これでも太陽だから暑いっていう意味でもあるからね、やっぱり熱中症とか大変かもしれないですよ。7月は洪水もあるかもしれないし、9月は思いがけないトラブルっていうのがあるからね。また11月も波が、水についてのトラブルみたいなのもあるからね。ちょっと大変かな。じゃあ最後です。最後はちょっとね、まあ日本ではねちょっと訴訟とか今起こったりしてるんだけど、世界の場合ちょっとワクワクワークどうなってるのかちょっと伺ってみましょう。まあワクワクワーク、まあこの動画です、このチャンネルでしか言わない動画なんですけど、まあ、お注射みたいな感じですね。まあね、世界でも、まあ世界のね、アメリカの会社だった、だからね、アメリカかな。まあちょっと占ってみましょうか。ワクワクワークの、まあ今後の行方、まあね、日本でもだから、そういうパンデミック条約とかにね、なったらちょっと、強制になったらね、嫌ですよね。まあでも世界ではね、結構もう、そこまで同調的なところがないところもあるみたいなので。
じゃあ見ていきますね。あ、なんかね、ちょっとね、進展はする、いい方向に進展はするんだけど、邪魔が入るっていうのは言われてる。まあ、例えば8月には太陽の逆位置、10月には、まあ、法律に対する違法的なこと、で、あとは11月テンペランスの逆位置が出てる。無駄な多いこととか、邪魔は入るんだけど、まあでも12月はね、ラバーズ出てるからね、正しい選択とか良い決断とかっていうのが出てるのと、まあ10月になったら戦車が出てるからね、まあ勝利とかっていう意味でもあるし、前進。でもすっごい、だから7月からね、結構エンペラーが出てるからね、そのね、ワクワクワークに対してなんか解決しようというね、気持ちがなんか、出てくるような感じはしますよ。まああと忍者が出てるからね、これはね、到達するとか、真実を追求するとかって意味のカードでもあるからね。だからちょっと今回の件、ワクワクワーク、ちょっと世界ではね、なんか、いい方向にね、解決できるとは思うんですけどね。まあちょっとね、今回長くなりましたけど、世界のまあ半年間占ってみました。まあね、ちょっと浄化的な感じは出てましたよね。まああと犯罪が、ね、一番ね、犯罪とね、災害にはね、注意した方がいいかなっていうのがありますね。まああと政治がね、どうなるかだよね。まあ紛争がね、まだちょっと続きますのでね、まあちょっと暗い感じにはなるかもしれませんが、まああくまでね、占いですので、ご参考までにお願いいたします。いつも動画ご覧いただきましてありがとうございます。北村でした。